東爺チャンネル。皆さんこんにちは、東爺チャンネルの東です。はい、前回の動画で言った通りね、皆さんがデータを提出する前にどこに注意しないといけないのかっていうのをね、徹底的に解説していこうと思います。ただこれって言い方変えればデータ整理ですね。はい、皆さんが普段提出する前にやってるようなデータ整理をもうね、徹底的に解説していこうと思うんですけど、僕大っ嫌いなんですよデータ整理。めちゃめちゃチェックする項目多いし、めんどくさいし、あと集中しないとケアレスミス連発するんで、まあ音楽とか BGM とか聞けないんですよね。だから本当に嫌ですね。はい、どんぐらい嫌かっていうと、僕がもし刑務所に入ったとして、お前これずっとやっとけって言われて与えられたのがデータ整理だったら、ああ刑務所だったらまあそんぐらいのことさせられるかって納得するぐらいの嫌いです。はい、まあちょっと今例えがね、あんま良くなかったかもしれないですけど、まあ、別の言い方すると、親が子供にこれをやらせてたら警察が動くぞっていう感じですね。あんたちょっとデータ整理しときなさいっつって、子供がいやいややってるのを他のご近所さんとかが見つけたら、あのすぐさま通報されるっていうぐらいのレベルですね。いや、こんなひどい例えないですけど、まあ、そのぐらいちょっと僕嫌いなんです。まあただね、それをやらなかったらクライアントさんとか他のデパートメントの方々に迷惑がかかってしまうんで、やらないといけないんでね、それをね、今回は解説していこうと思いますので、楽しんでってください。どうぞ。東爺チャンネル。はい、データを提出する前に確認しておかないといけないこと、これね、すごくあるんです。もうめちゃくちゃあります。ヘキヘキするぐらいあります。でしかもこれミス頻発します。本当にね、よくあるミスなんで、ぜひ覚えて帰ってほしいんですけども、正直今業界歴がない方々とか、まあ学生さんとかね、まあピンとこないと思います。あんまりもうモデリングとテクスチャができていればいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、ちょっとね、どこを確認したらいいのかっていうのをね、一緒に考えていきましょうか。まず一番ちょっと早いのが、クライアントさんの立場になって考えてみる。これ大事ですね。まあ人間関係も一緒で、これ言ったら傷つくかなとか喜ぶかなっていうのをね、前もって考えて言うの大事ですよね。なんでクライアントさんがこのデータを受け取ったら僕らにどういう印象を抱くかとかね、そういうのを考えて想像してみましょうか。想像大事なんでね、ちょっと想像しましょう。どうもー、クライアントです。よろしくお願いします。ありがとうございますね。今 UV が歪んでフリップしていて、さらに重なっている上にパッチにすら収まっていないどころか、 UV セットまでむちゃくちゃなデータをいただきましたけどもね、もうこんなん何遍も送ってこられたら俺は動くよ。めちゃめちゃ迷惑ですよ本当にね。言うてますけども、はい、ということでね、どうですかね、クライアントさんの気持ち分かったんじゃないですかね。はい、とんだ茶番でしたけど、あんだけ丁寧に振ってね。はい、いや、いいんですよ。もうテーマが面白くないから。もうだってこんなね、提出前に確認する事項なんてめちゃくちゃ地味じゃないですか。なんかすごいね、こう雑用的なことなんで、あんま解説側からしても盛り上がんないんですよ。なんでね、もうこういうネタとかね、やっとかないとちょっともうテンション上がんないですよね。ということでね、さっきのクライアントさんがどんな特徴を言うてたんか、ちょっとね、振り返っていきましょう。まず UV ですね。前回ね、モデルのエラーだのなんだのってやったってことは、次は UV だと。はい、モデル作って、UV 展開して、テクスチャ作って、で、モデルを納品っていうことを想定すると、やっぱ UV もエラーがないかってのをちゃんと見るべきですよね。まあでもエラー事項に関しては、もう僕が UV で解説したこと、結構そのまんまだったりするんで、あんまり今解説することはないんですよね。最初から振り返っていきましょうか。まずは UV が歪んでないか。はい、まあこれはまあ普通ですよね。UV が歪んでたりとか、あとは開ききってなかったり。まあ、極端な場合に限りですけど、はい。ちょっと長いな。あ、このピボットプラスマイナスでね、大きさ変えられるって言ったっけ?言いましたよね、多分ね。言ってなかったっけ?まあ、こんな風にね、こう、UV がめちゃくちゃ歪んでて、とかなったら、もちろんこう、テクスチャも歪む原因になりますし、解像度もね、低くなるし、まあ、いいことないんで、まあ、これはね、ちゃんと開いておきましょうと。ただ、こういうね、UV の修正に限って言えば、UV が終わった直後にやるのが正解です。結局、最後の最後で UV の修正点を見つけてしまうと、それに伴ってあの、テクスチャも変えないといけなくなっちゃうんでね。はい。例えば、こういうテクスチャを書いてて、まあ、これが本当はもっと開くと。アンフォールドをホリゾンタルに横方向にかけたら、実はこんぐらいね、伸びるのが普通でした。もうこれが正式なやつだったのに、こんだけね、縮んでましたってなったら、この分書かないといけないんですよ。はい。もちろん今書かれてないし、テクスチャ伸びてる状態ですから、これもう一回サブスタンスペインターに持ってって、テクスチャ書き出し直して、もう一回アサインし直してってやらないといけないんで、まあそれ面倒なんでね、一番はやっぱ UV が終わった後に完璧にしとくのが最高ですね。まあ、ただ提出する前にもう一回チェックすることが大事なんでね、それをちょっとやっていきましょうということです。で、歪んでないかをね、チェックして、今度はフリップ
ップしてないか、はい、これも一緒ですね。まあ、このテトリスマークの真ん中表示にしておけば、表は青、裏側は赤で表示されるんで、それがもしこういうフリップしてるようなやつがいたら、まあ、直してあげましょうと。これ実はね、あの検出方法がいくつかあって、セレクトってするとここにバックフェイシングってあるんですね。なんでそれを押すと自動的にこの裏側を向いたやつが選ばれるようになります。モデルコを全部選んだ状態で UV を選ぶモードにしておけば、普通に右クリックで UV にしておけば、セレクトした時にバックフェイシング、裏側向いてるやつ、フロントフェイシング、表、オーバーラッピング、重なってる、ノンオーバーラッピング、重なってない、重なってないのを選ぶ、まあ選ぶもんか、テクスチャーボーダーズとかブラブラブラってありますよね。まあこういうのを全部選べるようになるんで、まあ目的に応じてね、選んでみてください。なんでまあフリップしてたらいけないんでね、直しておきます。まあこれはね、ゲームとかあの VR 用のモデルではまあフリップを使ったりするんですけど、原則フリップはなしでいきましょう。まあおそらくね、使う時になったらね、会社の人とかに教えてもらえると思うんで、まあ原則フリップなしということでやっていきます。でフリップで戻すと、まあフリップしてたら自分が書いた文字だったりイラストだったり、あとは模様とかね、全部反転しちゃうんでやめましょうということですね。で重なってないか、まあ、もちろんね、1枚のテクスチャをこの UV シェルたちで共有してるわけなんで、それが重なってしまうと同じ柄、同じ色、同じ汚れを2つの UV シェルで共有しちゃうことになるんで、もちろんこれ結果がおかしなことになってきますと。なんで重ならないようにねしてあげます。あとはパッチに収まってるかどうか、こんな風にね、あのパッチからピョインって飛び出してると、サブスタンスペインターにモデル持っていった時に読み込んでくれなかったりとか、まあ、あとはね、全然違う結果のテクスチャ拾っちゃったりとかっていう感じで、まあ良くないんでね、ちゃんと収めましょうと。あの被ったりしてもダメなんだね。ある程度寄ってちゃんとスペースがあることを確認してください。でここです、本題は。 UV セットがちゃんとなってるか。この UV セットって僕多分言ってないと思うんで、わかんないと思うんですよね。 UV セットってね、要は UV で UV セットエディター、ここから見れるんですけど、はい、モデルをね仮に1個選んでみると、マップ1ってのが出ました。このマップ1ってのは何かっていうと、この今皆さんが開いてるこの UV の空間ですね。これにはレイヤーみたいなのが持てます。 UV セットっていうね、まあセットレイヤーみたいなもんなんですけど、それがいくつか持てます。まあ今このマップ1ってのがデフォルトのレイヤーだと思ってください。でこのマップ1にこういうね、今 UV 展開されてますけど、これ増やすこともできます。 New を押すと UV セットってのができますね。でもう一回押すと UV セット1ってバンバンできます。これ UV セットに切り替えると UV なくなりましたよね。ここは言ったらカラーレイヤーみたいなもんなんですよね。でここにもう一回 UV 展開すると、こんな風にね UV 開かれますと。なんでいくつもこの UV のねレイヤーを持つことができるって感じですかね。ほんとフォトショップのレイヤーと同じだと思ってください。影のレイヤーと線画のレイヤーと塗りのレイヤーとハイライトのレイヤーとつって、こうやって分けてる感じですよね。でただ実はこの UV セットって1個しか使わないんですよね、原則。はい、僕正直ここ使ったことないし、マップ1にするっていうねお仕事しかしたことないんですけど、おそらくなんか用途があるんでしょうね。なんですけど原則ここはマップ1、デフォルトのマップ1って名前の UV セットのみにしておきます。想像したら分かりやすいですよね。全部選んだ時に全部こう UV が揃ってなくて、あれなんか1個ないなとかなった時に、あ UV セットもう1個あって、もう1個の方に展開されてんだってなったら、まあ面倒ですよね。いちいち切り替えないといけないし、そんなの誰得なんで、基本的にはね、クライアントさんに渡す時とか、他のデパートメントの方に渡す時とかはね、ちゃんとこれマップ1にしておいてください。でも実はこれマヤで普通に作業してたらマップ1以外になることなんかないんですよね。じゃあなんでこんな解説したんだよって思いますよね。それは外部からモデルを持ってきた時になっちゃうんですよ。例えば皆さんがクライアントさんと仕事してて、クライアントさんがゲーム会社でサルゲッチュ4を作ってますと。で背景ちょっとね手伝ってほしいから、これお願いしますって会社に仕事が降りてきました。でそれをするにあたって、サンプルとしてじゃあサルゲッチュ3で作った背景をお渡ししますねって言われてもらったとしますよね。したらまあたまにね、このマップ1っていうところの名前がこんな風に UV チャンネル1とかなってたりします。まあ今の例え話ですけど、例えば皆さんが仕事するときとかに購入モデルを買いましたとかなったら、大概この UV セットってのがマップ1じゃないことが多いんですよ。なんで皆さんが外部からモデルをインポートしたとき、もう自分のマヤシーンで作ってるもの以外持ってきたときですね、その時に必ずこの UV セットエディターをチェックしてマップ1になってるかってのを確認してください。これやる前に UV を完全に開き終わってしまうと、まあ面倒なんでね、純粋に。でしかもこの名前もね、マップ1って必ず変更してください。これダブルクリックしたら名前変えられるんで、マップ1に変更してから提出してくださいということですね。もし誤って、まあ、この
この UV チャンネル1っていうところに、まあ全力で UV 展開しちゃいましたと。こういう感じで UV 開き終わっちゃいました、どうしよう、もったいないって時に、コピーする方法もあります。この UV チャンネル1っていう UV セットに開いちゃったとしても、 UV を全部選んで UV セット行って、コピー UVs to UV セットっていうところからね、マップ1ってすれば、これコピー先を選べるんですね。こうするとコピーされます。はい、マップ1に戻っても同じ UV になってますよね。なんで仮に間違って開いちゃったとしても、こういう風にコピーでできますけど、まあただめんどくさいよっていうことですね。なので最初に全部マップ1環境に整えておきましょうということです。でちなみにここでね、確認できます。この UV セットを押すとね、この下にバーって出てくるのは全部モデルの名前です。でこうやってやっていくと、今増やしたんで UV チャンネル1ってのがこう増えてますよね。これ2つあります。これいらないんで全部消します。これ UV チャンネルを選んでデリートってすれば消えるんでね、これで多分全部マップ1になったんじゃないですかね。はい、マップ1しかないんで、こうやってねマップ1に統一しますと。これがね地味にめんどくさいんでね、これ気をつけてください。モデルインポートした時にちゃんと UV セット確認して、 UV 開き終わったら歪んでないか、フリップしてないか、重なってないか、パッチに全部収まってるかっていうのを確認してください。はい、これで完璧だと思うんでね、で提出する前にもう一回チェックしましょうということです。いやこれだけでも結構ありましたよね。まあこれだけでも5つあったんですけど、まだまだ続くんですよ。まだまだ続くということはどういうことかっていうと、他にどこをチェックしないといけないかっていうのをね、ちょっともう一回想像してみましょうか。はい。クライアントさん受け取ったらどういう気分になるかなっていうのをね、想像してみましょう。どうもクライアントです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね。今、UV だけにとどまらず、アウトライナーがゴミだらけで、不必要なモデルもむっちゃある上に、名前が全部プリミティブ状態のままのデータをいただきましたけどもね。もうこんなん何遍も送ってこられたら、俺こいつと夜通しスマブラしながらこいつの悩み全部聞いたるよ。深刻な悩みがないやつにね、提出できるようなデータじゃないのよこれは。データ整理ってそういうもんやから、めちゃくちゃ心配ですよ本当にね、言うてますけども。はい、ということでね、クライアントさん、まあ非常に熱い方でしたね。はい、こんなクライアントさんいないですけどね。エラーまみれのデータ渡されておきながらスマブラするやつなんかいないですからね。はい、やっていきましょうか。まあ言ってたのが、アウトライナーがゴミだらけ。ゴミっていうのはね、まあアウトライナーはここなんですけど、まあこのシーンに何があるかっていうのが一目瞭然で見れる場所ですね。ここにゴミがあるっていうのはどういう状態かっていうと、要はまあカラ濃度とかですね、このまあマヤにおけるね、人要素のことをまあ濃度って言ったりするんですけど、この濃度をまあグループにまとめた時に、はい、こういう風にグループを作りますよね。でまあこれをねもう一回出したりして、このグループだけが残ってる場合、これ消しましょうと。まあ何の役にも立たないんでね、中に何か入ってるわけでもないし、ただそこにあるだけのものなんで、まあゴミですと。ゴミっていう言い方あんま良くないかもしれないですね、まあ、YouTube 最近厳しいんで、ゴミクズですね。でまあこれもそうなんですけど、あとはコンバインとかを例えばしたとしますよね。こうやってボディーパーツ選んで、これコンバインしようかなーって言って、これをじゃあコンバインします。はい、ってやったら気づきました？今この選んだやつ全部この下のね、このメッシュノードみたいな感じになってたのが、全部このグループの中に入ってるような状態になってます。これ何が入ってるかっていうと、はい、トランスフォームっていうねノードが入ってました。これねコンバイン走らせると、まあこういう風にトランスフォームノードができるんですけど、これ不要なもんなんで絶対データを提出するときは消さないといけないです。ただこれ物理的にそのままデリートで消しちゃうと、はい、モデルも消えちゃうんですね。実はこのコンバインした時にできるノードとモデルってのは繋がってるんで、これ消しちゃうとモデルも消えちゃうんですよね。こんな風に。はい。なんで、このトランスフォームノードを消す時はデリートヒストリーしてください。ヒストリーを消すと、はい、グループもろともいなくなります。で、コンバインしたものがこのグループの外に出てるっていう、こういう感じになるんですね。なんで、こういう何の仕事もしないね、あのゴミノードみたいなやつを全部消しておいてくださいということですね。で、あとは不要なモデルがめっちゃある。はい、これも多いですね。まあ、モデリングの最中に間違ってね、こうやってプリミティブを出しちゃったりとかして、よーく見たらね、なんかスフィア残ってましたとかよくあるんですよ。なんで、まあ、当たり前ですけど、必要なデータ以外はね、消してあげましょうということですね。で、あとは、たまにモデルが重複してる時もあるんですよ。例えばこれをディプリケートしたの忘れてて、はい、モデルが重複した状態になってる。同じものが同じ位置にね、2つあるっていう状態になってると、まあもちろん不要なモデルですし、まあ無駄にデータ量も多くなっちゃうし、レンダリングした時にね、パカつく原因になるんで、これはちゃんと消しときましょうと。で、あとは名前ですね。
名前がちゃんとユニークな名前になってるか、プリミティブの状態になってないかっていうことですね。まあ、要は最初モデリングするときにキューブとかから始めて、こうモデリングしていくと思うんですけど、で、パーツを増やすときにこれをデュプリケートしたりとかして増えていきますよね。で、要はこの状態になってること。P キューブとか、P シリンダーとか、P スフィアとかいう状態のまんま、まあ、データを提出しないでくださいねってことですね。最終的に皆さんが作ったものっていうのは一つの大きなシーンにまとめられて、他の背景物と一緒に、ね、並べられたりとかするんで、ここにユニークなネームがついてないと、全部集めた時に、まあ、結構同じ名前のものがたくさん集まったりとかしてエラーの原因になります。あとはモデルをインポートした時に名前が同じものであったら前が同じモデルだって勘違いして置き換えちゃったりとか、まあ、そういう問題も出てくるんで、なるべく、まあ、物にはユニークな名前を付けてあげましょうということですね。こんな風にアウトドアユニット、プレート、レフト、1、ジオとかね、こういう風に付けてあげたりします。で、この名前の付け方をね、ネーミングコンベーションで呼んだりするんですけど、またこれも横文字ですよね。また横文字かよって思うんですけど、こういうネーミングコンベーションっていうのは仕様書によります。で、その仕様書って何かっていうと、まあ、クライアントさんから送られてくるルールブックみたいなもんですね。要はそのクライアントさんっていろんな会社に仕事をお願いしたりしてるんで、それを最終的に自分の会社に集めた時に、じゃああなたビルで、あなた車で、あなた室外機でって言ったその会社さんに頼んだものを自分の会社にまとめた時に、全部違う名前の付け方してたりとか、全部違うデータの作り方してるものをいっぺんに集めたらわけわかんなくなっちゃいますよね。なんでそういうデータの作り方にばらつきが出ないように、仕様書って言ってある程度こう決まり事みたいなのを作って外注に出すんですね。そうするとテクスチャの名前とかモデルの名前の付け方っていうのが全部同じ状態で、まあ発注した会社さんからデータを集められると。皆さんが仕事を始める場合にはその仕様書っていうルールブックみたいなのをもらうのが当たり前です。なんでそれに従うようにしてください、この名前の付け方っていうのね。まあない場合はこの僕の付け方でそんなに問題ないと思います。まず物の名前、アウトドアユニット、まあ、この室外機の英語の名前ですね。で、気をつけてほしいのは日本語の名前とか日本語で入力しないでくださいね。なるべく英語で、英語の単語で入れてください。普通に翻訳ツールとか走らせれば英語の名前出てくるんで何でもいいです。はい、室外機って特定できればエアコンディショナーでもアウトドアユニットでも何でもいいんでつけてください。室外機とかローマ字で入れないでくださいね。で、その室外機のどのパーツか、はい、細かいパーツの名前ですね。で、あとは左右があるんだったら左とか右とかセンターとかやっておくと分かりやすいですね。で、あとはナンバーで、ジオメトリだったらジオで、グループノードだったら GRP でグループとか、そういう感じでつけたりします。で、今言ったこの、まあ、ゴミがないとか不要なモデルがないとか、あとは名前が全部ユニークとか、まあ、プリミティブのね、このピースフィアとかいう状態じゃないっていうのが3つ条件挙げましたけど、これをいっぺんに解決してくれるこうアウトライナーの、まあ、まとめ方、このデータ整理の仕方っていうのをちょっとね伝授したいと思います。まあ、これ僕流のやり方なんで、まあ合ってるかどうかはね皆さんで判断してほしいんですけど、僕はずっとこれでやってます。はい、ちょっとね簡単に汚いのを作りました。ちょっと開いてみましょうか。いや、今こうアウトライナーこんな感じになってます。もう本当にどっから手つけていいか分かんないぐらい汚いデータになったとしますよね。で、まずモデリングが終わりましたって時にやってほしいやり方が、まずこのビューポート上でできたモデルを全部選びます。はい、この時にね、なんかちっちゃいスフィアとか原点に来てないかっていうのを確認してください。で、全部選べたらグループコントロール G をします。でしたらグループ化されましたよね。後に残ったこいつらってのは全部カラーグループノードだったりとかゴミだったりします。一旦トランスフォームがあるかもしれないんで、デリートヒストリーでヒストリー消しといて、でカラーグループを全部選んでデリートします。そしたらこの中にはシンプルにグループの中にこの単体のねメッシュノードだけが入ってるという状態になりますよね。これでゴミは全部消せます。で、この後に何をするかっていうと、ビューポート上でパーツを一個一個選んでいって、じゃあ外装でグループ分けしようかなって言って、外装をまず選びます。簡単に外装をこう選んでいって、で、グループ化します。コントロール G でまたグループに直していきます。ってしたら、ハイドで消します。コントロール H、ハイドします。で、あ、こいつもボディだったとかだったらね、こうやって中ボタンドラッグでピューって入れながら、で、スタンド、あ、ここスタンドなんで、全部これまとめてグループ化します。収めたらハイド。で、このフィルター、まあフィルターもボディでいいかってなったら、さっきのところにポンって入れて、ボディに入れます。で、残りはじゃあ、インテリアとかにしようかなってコントロール G でインテリアにしましょうと。で、またこんな風にグループを作りました。で、グループ作ったら、ここでね、名前付けします。一番上のところをアウトドアユニットとかでグループとかつけて、でその下がアウトドアユニットの中の、ボディですね。ボディ全部出しておきましょうか。ここはボディーパーツで、でここはスタンドにしましょうとかね。
って感じでグループに名前を付けていきます。でめくった先はこの後にね数字の連番をつけたものをジオメトリっていう名前にしておけば簡単に名前付けできますよね。っていう時にまあリネームツールってのがあるんですよ。これ一個一個するのめんどくさいんでこうやってコピーしてボディアンダーバー1アンダーバージオメトリージオとかやるのめんどくさいんでリネームツールをねよく使います。でこれも自習部屋さんがね出してるアリリネーマーっていうのがあるんで僕は一応これ使ってますね。で全部選んでゲット。まあこれもリンク貼っておくんでもしね興味がある方は調べてみてください。まあちょっと細かいところ今回解説しませんけどこれでそういう連番で名前付けたりします。ですればこれ何がいいかっていうともしモデルが重複してる場合、はい、ここに2つパーツが重なってる場合とかでも1個1個選択してでそれをグループ化してハイドするんでもしパーツ2個あったらまだ残り続けるんですね。なんでどこに重複したパーツがあるかっていうのを検出できるっていう結構賢いやり方かなと個人的には思ってます。なんでこうやってグループを作っていって、まあ、余分なゴミとかは消してで重複したモデルもちゃんと消せるようにしといて名前もその都度つけていってっていう感じでやればこの3つすぐ解決できますよね。だし大きいグループからねこうやってグループ作っていけばあとはボディの中でじゃあ分けたいパーツどれにしようかなとかいう感じでまたここから細分化できると結構楽ですよねこのやり方。はい、ということでねいかがだったでしょうか。で終われればいいんですけどね実はまだ倍近くあると残酷すぎますよね。まあでもこれで終わってたら受刑者にこれやらせたとしても、まあ、すぐ終わっちゃうしね親が子供に強制的にこれさせてもご近所さんは通報しないんですよ。なんでこの作業がねいかに人類を脅かしてるかっていうのをね、まあ、後半また味わっていただければいいかなと思います。ということでねまた後半のデータ整理に備えて熱いシャワーでも浴びてこようと思うんでねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様です。